むしろパターンとしてとか、うんうん、装飾として図像みたいなものをどう手の中にこう作っていくかみたいなのっていうのはあるんだろうなとは思うんですよね、うんうんうん、現代日本画の若い作家でも、うん、絵画性をどん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 排除していって、うん、パターンでこう描いていく人って意外といて、うん、直視した時のイメージはもうちょっとこうデザインチックであってほしい。パターンのこう決まったものってその消費されがち、デザインのパターンからアートに昇華していくっていうのは一つの焦点なのかなとか、うん、同じものをこう繰り返していくことでこう何かこう精神的なこう高揚感みたいなものが生まれたりとか、はいはい、装飾パターンをこう繰り返すことで生まれるこう文様の面白さとか、うん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 、そういうことなのかなと。このつぼみもなんか方向がすごい面白い。よく見るとあ、そうですね、そっかパターン化してますね。そうです、同じ位置に。すごい計算してるみたいな。このカクカクはなんかこう規則的にやってるんですか？ AI とかのこう表現をできたらいいなと思って。すごい美しい。お花が共存していく世界。お花のパターンっていうのは。なんか命の巡りとかもそうですけど、人と人をつなぐ気持ちの循環とかもあるし、ずっと続いていくもの、循環して続いていくものなので、ぜひ購入したいと思います。